えー、今週の、まあ、この、ま、伊集院光さんこと、もう一流芸能人の、まあ、暮らしぶり、ね、まあ、今週の僕のトピック的なもので言うと、まあ、一つは、あのー、カニが急に食べたくなって、ネットでカニを注文したんですよ。それであの、カニを切るハサミみたいなのも注文したんですね。で、そうするとカニを切るハサミっていうのも相当こう、いろんなランクがありまして、こう、有名な刃物メーカー、カイ、カイジルスとかの、 やつとか、あとなんかその、料理有名な料理人の人が監修したこれとか、なんかいろんなのある中で、2000円ぐらいする、カニを切るハサミにしては高級なやつを一応二人家族ですから、その、二個注文して、あと、まあ、そのカニ、お得用のカニみたいなやつをこ個注文したんですけど、あの、で、それが何週間か前に注文したんですけど、カニだけ来てこのハサミが来ないんですよ。<laughs> はははは。これでなんか神さんが100円ショップで、あの、 ハサミを買ってきて。<laughs> で、これで食うって言ってちょっと一悶ちゃかあったんですよ。俺は、その、ちょっとすストレスのない、その、一流の。 もうこの俺の一流タレントとしてのステータスにふさわしいカニを切るハサミをもう注文してるのに、俺に言わずに勝手になんだと、その100円ショップにあったわよじゃねえだろうみたいな。で、ね、その、そのいいカニ買ってんのに100円ショップのカニバサミでやんのかみたいなさ、向こうはその鮮度がいいうちに食う方が先決だろうみたいなことを言うわけです。で、俺がもうその鮮度がいいうちに食べた方がいいじゃないって言うから、そうだね。<laughs> <laughs> で,で、そのお、100円ショップで買ったカニのハサミの1頭目でそのハサミがバラバラになる <laughs> 俺の、俺の、こう、中指、えーえー、人差し指の横のところを大きく切りつけていくという。<laughs> まあ、流血沙汰が、まあ、一つ。 それとあとですね、まあ、クリスマス情報としては、六本木ヒルズのさ、あのテレ朝の横んとこがすごいこうイルミネーション、白色発光ダイオードと青の発光ダイオードで、まあ、きらびやかに、まああの坂が、 な、あれ、け坂何坂欅坂が、まあ、イルミネーションでスーッとなってるわけです。で、降りてくると、その目の前にずっとこう、イルミネーションのその白と、えー、青のキラキラ。まるでこれから、まあ、恋人たちが二人で歩いていくと、もうそのスロープを通って夢の国に行くような。その向こう側には、また、そのライトアップされた、えー、東京タワーなんかも、まあ、美しさを見せておりまして。で、左側がテレビ朝日。 で、それから六本木ヒルズだからそのブランドショップなんかも並んでって。で、右側もブランドショップの通りの先のところにスターバックスがあり。で、まあ、そのスターバックスの入ってるツタヤもありみたいな綺麗な。で、その右、前のところの位置が、あの、店舗が空いてたんですけれども、そこにドドーンと薬の福太郎っていう。<laughs> え、え、福太郎っていう。 やつが、なんかドラッグストアとかじゃなくて、薬の福太郎ができまして、<laughs> 俺の中ででかしたって。まるに福って書いてある、出かしたぞお前っっ分かったっっ <laughs> もう、もう俺がシムシティやってたら、絶対あそこに薬の福太郎を立ててたっていう <laughs>。立てることに中和していったっていうなん、もうなんだ、恋人たちがうっとりしてるけれども、ミニマイのところに福太郎がちゃんとあるっていう。 太タロウでコン部を買いなさいっていう、俺からしてみたら。その感じを見てけって思ったのと、あとは、あの、100分で名著って番組やってまして、で、このスタッフが僕に言わせると大変混乱してる。あの、おかげさまで、なんかその、僕は全然そういうの読まないんで、その、名著と呼ばれるものを30分番組、25分番組4回の100分で読み解いていきますみたいな番組なんです。で、おかげさまで好評で、それ福読本みたいな、 やつは番組始まる前に、この見るための手引きみたいなのも NHK で売ってて、これもすごいよく売れてて、で、その副読本の段階では俺何にも知らないから、この副読本がどんなに売れても僕に小銭が入ってこないっていう、<laughs> まあちょっとそれは痛いんですけどもね、えー、僕がイラスト描きましょうかと言ってるんですけども、<laughs> えー、<laughs> マネーがいただけるならイラストをぜひ描きたいんですけれども、つってんですけども。で、それが、すげえなって思ったのが、 えー、ま、もともとはその、えー、この番組で話したように、カフカの変身とか、あと、源氏物語とか、ああいうのをやってたんですけど、変化球を入れたがるんですよ。ねで、相対性理論という変化球を書いたときに、別に相対性理論の解がつまんなかったわけじゃないんだけど、 あれ俺、文学の番組って聞いてますけどっていう、お受けした時にっていう、ちょっと変化球じゃないですかみたいなことを、緩やかに抗議をしたら、次が今放送中の星の王子様になったんですよ。なるほどと思って、で、星の王子様4回分撮り終わったら、え、次が半若信行っていう。ちょっと変化球多頭君何頭貼だねっていう。 けど、般若心経あたりをさ、ちゃんとさ、詳しい先生みたいのに聞くとさ、帰りのダメージがでかいって、もう色彩せ空しか考えてねえもん。<laughs> 大きな本的に。<laughs> <laughs> だって、般若心経なんて、300文字もないでしょ、ょおそらく。300文字もないから、今までで言うと、源氏物語って50何条あるやつを100分でやったのに、今度般若心二250文字ぐらいを100分でやるわけやん。 そうそうも1一個一個が重い食う <laughs> とはな、何かみたいなことを、こんな、な高校中退に向かって喋んないおっさんと思いながら、でも最終的にはなんか、ああ、そういうことなのみたいな、なるほどね、みたいな。あ、これが空でこれが式なのは分かったんだか分かんないんだか、みたいになってる、教皇の頃なんです。で、その中の、もうこんなにどうしようもないニュースしかない中で、今週の僕の中での、あのー、トップニュースは、 ウィーユーがうちに来たっていう <laughs> <laughs>、うん、やつですね。ウィーユーは、ウィーユー CM でやってるじゃないですか。なんかその普通のウィーに、なんかその、あの、カラオケ屋のさ、でよく曲選ぶパッドみたいなんじゃ最近居酒屋とかにもあんじゃ居酒屋とかに注文するやつ。俺が行く居酒屋、俺が行く居酒屋、まともに動いた試しが <laughs> これが動かないっていうことをお店の人に言いに来て、で、お店の人が来て、リセットボタンみたいなのを押して、もしくはその、あ、すいませんって予備のやつと帰って、その店員が帰って行って、今聞いて帰りゃいいだろ、注文をよって思う。この手間の間に、もうわかんねえけど、飲み物だけでもお前聞けねえのか、みたいなパッドが、ついてるやつなんだけど、 なんかやっぱりね、テレビって難しいなと前言ったのも 3DS が出ましたよって時に、やっぱりその 3D になったよみたいなことをすごい一生懸命伝えようとするじゃん。それでテレビ自体は 3D じゃないから 3D になったこととかがいまいち伝わらない、それだけでも PC こいてこう CM していくと、なんかこう 3D のことばっかりで実はもっと細かいいろんなところ面白いのに 3DS は 3D になっただけ空気出ると思う。で、 今度の w i i u っていうのも、よくテレビでやってる感じは、大型テレビでマリオやってました、でもお父さん野球見ますって時にちっちゃい方のパッドでも続きができますよみたいことが結構メインで伝えられてんだけど、そこじゃないのにね、みたいな。で、えー、中でゾンビ U っていうゲームがあって、まんまだなっていうゾンビのゲームなんですけど、昨今のまあゾンビブームに乗っ取って出てるんですけど、 もうね、なんかアメリカ版から日本版に移植する途中でギリ出たみたいな感じで、もう正直言うんですけど、字幕とかがすげえダセえの。もう取って付けたような、今時普通のさ、MS 民調みたいなやつで、ね。 ロード中って白で出るのどうなんてちょっと思うのね。右下のところに、全く普通の何の飾りもない本当ントでロード中、ロード中って出るし、その、なんかナレーションみたいな日本語になってるんだけど、それの和訳みたいなやつも、本当に何のグラフィックとも関係なく白の文字で、 なあのー、えっ、ー、と、地球が最近にさ、を犯されてみたいなやつが出てくるのとかの、最初始めた時は、もう、もう本当に頑張って間に合わせて日本語版作っ、日本仕様も作ってんなーって感じだったんだけど、でもシステムもちょっと面白かったのね。ゾンビのが、もうあ、その、ウォーキングデッドによく似ててあの、ドラマに似てて、起きたらもうゾンビだらけだっていうとこから始まるの。ほいでて、その、わかんないけど、 この、こうなることを知っていたっていう声だけで連絡を取ってくる誰かみたいなやつがいて、そいつが、用意したアジトに逃げ込めみたいなことを街のスピーカーみたいとか言ってくるから、わかった、つって言って、で、そのなんか、その、アジットみたいなところに行って、で、そ、そっか指示が出るわけ。スーパーのこういう監視カメラをこのシステムに繋いで、その全部を見渡せるようにしてほしいみたいなこと言われるから、あ、いや、わかりました、つってそれに従って行くのね。ほいで、 ゲームとしての肝でちょっと面白いのは、ゾンビに噛まれると、こう死んじゃうわけ。当然ゾンビに噛まれた終わりだから噛まれて死んじゃうと、ゲームオーバーになってコンティニューって押すと、違う人で俺始めるの。ほいで、死んだところにさっきの俺はもうゾンビになっているの。それがちょっと面白くて。そうすると、懐中電灯拾いましたとか何拾いましたみたいなことをやったまま死ぬじゃん。 で、そうすると、そいつは、俺のさっき死んだところに行くと、いるから、そいつをぶっ殺してそれを奪うみたいなことの続き方をしていくから、変な細いややこしいとこで死ぬと、後の人に迷惑かかるっていうか、<laughs> <laughs> っていうのがちょっと、まあまあ、面白いっていうのと、やっぱり、まだ初期段階だけど、 テレビの普通のさ、おっきな、その画面のテレビでさ、ゾンビがいっぱいいてさ、スーパーマーケットの中とかをさ、ずっと行ってたりするでしょ。そうすると、その小さい画面の方を、それにかざすと、生体反応、要するにそれは、その、俺にこういろいろ指示を与えてくる人が俺のために置いてってくれた、最新の iPad みたいなものっていう設定になってるから、 それをこうかざすと、このドアの向こうに生体反応ありますとか、何か動いてる生き物がいますみたいのが見えたりとかするのと、時々、ちょっとそっちを見て確認しないとって思ってる、と、その違うことが起きちゃうみたいな、うまいこう視線の反らし方をしてくるの。小さいパッドの方を見てたら、大きい方で何かことが起こっちゃったりとか、大きい方だけ見てると何のこっちゃわからないんだけど、小さい方で見てみるとこっちに行けばいいのがわかる。 たりとかあと、小さい方で生体反応があるから、その、おっきい画面でドアを開けてみると、すごい、こう、三匹ぐらいゾンビいるっていう感じするから、開けてみると、ネズミだったりとか、なんかそういう、こう、その、仕掛けが面白くて、そっち、メインにしてくと、ウィーは面白いんだけど、なんかその、リビングのテレビが、その、塞がってる時に、ちっちゃい方でもできますシステムみたいのがあんまメインにされてっちゃうと、 なんかいまいちそんなにいいとこは3かんなくとかってガかなっちゅうゾンビうこれからどうなるか。